はい、皆さん、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとこちら新しいまたパーツ、こちらを使っていきたいと思います。よろしかったらご覧ください。どうぞ。まずは最初ちょっと開墾していきたいと思います。で、こちらが、製品となんかまるっきりデジャブな感じですけど、それと取説ですね。以前より熱くなった感じがします。はい、全部で入ってるのはこういった感じですね。フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラの配線、これが GPS と、今度新しく GPS がつくんですね。それとこの辺が隠すケースと、これ多分標準タイプの何か普通の日本車のタイプなんだと思いますけど、まあ、アバルトには使えないですね。あとは電源セットと、非常に簡単で、で、これね、まあ僕は A001 っていう、これの今までの、まあ前のモデルになっちゃうんですかね、もう現行機種じゃなくてね。そちらを使ってますので、これパッと見た感じね、配線は一緒ですね。特に変わりはないので、この辺のステイも一緒なので。で、電源もね、これすごく便利にちゃんとね、こうやって繋がってるんですね。だけど僕はもうこれあるので、これとこれはそのまま保管して、で今度は GPS がつくということで、これが新しいですね。お、なんか配線が違うぞ。あ、 GPS の配線がまた別についてるんだね。まあ今まで僕の使ってたのは GPS がついてなくて、今度は GPS がついてるというモデルになります。フロントカメラはこれと、これも僕はもう今ついてるので、おそらく使わないで保管していこうかな。で、こちらリアカメラも特に一緒かな。僕これ撮ったんだよな、確か。これかな？これでこうやって貼り付けたんだな、僕はね。うん、これがいいのか、果たして、どっちがいいんだろう、この角度とね。難しいとこですね、どっちがいいんだか。まあその辺もちょっと考えながらやっていきたいと思います。で、今度ですね、こちら買い替えたくなったかっていうと、機能が大幅にアップしたんですよ、こちら。まずですね、まあこれ今まで別に特に問題ではなかったんですけど、さらにこうなればいいかなと思ったのが、リアのカメラの、まあ、フレームレートっていうんですか、それが25フレから60フレになって流れるようになると。あと、機能として、その運転支援機能がついたということで、こういった感じで ADAS とか BSD、まあ、ブラインドスポットモニターなんかって言って、BSM とかね、いう場合もあると思うんですけど、こちらの場合は BSD ということで、ブラインドスポットディテクターですかね。まあ、運転支援機能、例えば前の車が、もう前の車行っちゃいましたよみたいなのとか、右後ろ、左後ろに車がいた時に、ちょっと警告するみたいな機能がついていた。あと、もう一つこの GPS ですね。こちらがついたので、今まではスピード記録がなかったんですよ、ドライブレコーダーの中に。やっぱりドライブレコーダーとしては GPS があった上で、まあ、スピード表示をしていると、より、まあなんかね、保険とか、そういった時に役立つというところもありますね。ということで、いろんな機能がついて、まあ、値段もそれなりに上がったんですけど、これだけの機能、60フレになりましたとか、あとは GPS がつきました。あとはそういった運転支援機能がつきました。そういったところが非常に良くなったポイントかなと思います。あとですね、これね、もしかしたら、いろいろ喋るようになったので、今までできなかった機能ができるのかどうか、ちょっと期待したいところなのは、ドライブレコーダーで撮った動画を、この画面上で確認する際、今までスピーカーは積んでなかったので、何の音もしなかったんですが、今回のこれになって、果たしてそういった動画の音がするのかどうか、こういったところもちょっとチェックしていきたいな。あと、256GB までの SD に対応したというところで、今までは128が最高だったんですけど、256までどうも対応したようですね。前後で、やっぱり画質を良くすればするほどね、動画のね、録画時間は伸びてきますので、まあそういったところも考えると、
256GB 対応っていうドライブレコーダー、ましてやこのデジタルミラーとしての対応は非常に素晴らしいなと、思いますよね。まあ、取説なんかも非常に日本語で詳しいですし、まあ、こういったところを考えると、すごく便利になるんじゃないかなと思いますね。早速つけていきたいと思います。トゥ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 、そしたらこれがこうですか。シリコンを踏んでと。コネクタをはめて。こういったスポンジですか。これはね、イオン防止に結構いいんですよね。よし、これ見えないんだな。こんな感じで、イヤーは交換するだけなので、ここの配線を外して入れ替えただけです。簡単な作業ですね。今度はフロント。これね、ここの芋ネジだけだったんだよな。先に外しちゃってよかったっけ？ここにね、ちょっと暗くてあれなんですけど、芋ネジがあるんですね。そしたら外れるはずなんです。GPS のコードが別についてるだけで、あとは一緒っぽいですね。ステーはね、これね、アバルト、フィアット専用のものを使ってますけど、これが全く一緒なんですね。さて、あとは GPS。まあ場所がないから、この辺に貼るかな。僕、コートテクトなんでね、電波が通らないんですよ。なので、電波が通るこの辺りに貼るっていうのが、まあ一つの手ですね。ここの辺に貼ろうかな。こう取るんだから、この辺からこう刺さらんか。この配線をここに入れて、GPS のアンテナが長いから、それをしまうのはちょっとあれだね。あと GPS のアンテナをね、ちょっとここに貼り付けて、はい、完成したので、チェックしてみますか。カード有効期限は2000。ペラ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 。
なんか色が随分変わった気がするけど、今日は27日、静止画を保存しました。ああ、なんかいろいろあるんだね。車線から外れた通行人接近だ、なんだかんだいろいろあると。はい、それではですね、ちょっとつけたのでこれから試乗していきたいと思います。まずね、今までのとどう違うのか、興味津々なところですね。さあ、 GPS はですね、ここにつけて、これね、ちょっと暗いかもしれないですけど GPS つけて、これで GPS がまだついてないな、ここに GPS の反応があればつくはずなんですけどね。まあそんなわけで、これがうまく機能するのかどうかですね。まず GPS まだ反応してないですね。見た目的にはすごく今のところ綺麗に映ってます。それで今カメラここにつけてるんですけど、これだとちょっと皆さんに見えないので、見えやすい位置にカメラを移動させようかなと思います。どの向きがいいでしょう。こんな感じがいいかな。カメラもバッチリつけたので、これで撮影してみたいと思います。さあ、うまく GPS は働くでしょうか。あ、0キロ出た。あ、GPS 反応しましたね。スピードも出ますね。結構綺麗ですね。色合いがちょっと変わったなって感じがします。よりサイドミラーの色と合ったかな。今まで GoPro みたいにブルーとかレッドがすごく鮮やかに映ってたんですけど、それがですね、サイドミラーと色合いが随分違ってたんですけど、今サイドミラーと結構色合いが似てますね。明るさ的には今一番明るいレベル、これが暗いレベルね。ここが明るさ最大値。カメラではなかなか伝わらないかもしれないですけど、この辺がすごくね、流れる感じが今までのと違って、今までの25から60倍以上ですから、すごく自然な感じですね。今運転支援機能は全部まだ入れてません。まだ普通の状態でチェックして、でもう一周してくるときにちょっと入れてみようかなと思います。まあこういったね、スピードが出るようにここになって、まあじゃあスピードここに必要なのっていうのもあるんで、日付とかもねナビに出てるので、これはスピードだけも消せるし日付だけも消せると。あ、全速度でやれる。今これ運転支援モードをオンにしました。ブラインドスポットディテクター BSD をオンにした状態ですね。まあこれね、音をカットもできて、まあ、最小値にすれば音はなくなって OK と。でこのセンサーが反応してるエリア、これが車だよって反応してる車のエリアはね出てますね。今ディテクターのサイドですね。フロントを何にディテクト反応しているかというと、バイクか、バイクが人と反応したという感じですね。で今広範囲で鳴ってますけど、これねどうやら設定で狭めることができるようです。であとこれ速度域を変えられるので、例えば
今速度エリアをね高速度機だけにすればこういった普通の、あ、これか、これで設定を変えるんだね。今この範囲に入ったのはなるんだけど、うん、だから速度域を変えると高速にしてあげるとこういう時は反応しないんだね。うん、だから高速道路だけディテクターが欲しいっていう場合は高速にしておけばいいんじゃないかな。お、晴れてきましたね。晴れてきた時の画像がこんな感じです。まあ、晴れてきてからの画質、おお、すごい、前の車が発進しましたって言ってくれましたよ、ちゃんと。面白い。これはなかなか面白いかもしれない。こうやって渋滞で捕まってて、先行車が発進しました。うん、なかなかいいタイミングで言ってくれるの。今ね結構、まあ、僕はあんまり携帯いじんないですけど、携帯いじってて前の車がずっと行っちゃってるのになかなか信号スタートしない人とかいますよね。車間距離も言ってくれるよ。車間距離もなんかねキャリブレーションして車間距離を確認してください置く必要があるので、そのキャリブレーションをまずちゃんとした方が良さげですね。黄色線を上下してボンネットに合わせます。黄色線はボンネットか。そんなもんか。はい、高速道路に入ってですね、今これから、まあ、夕暮れの高速道路、あとは運転安全機能か支援機能か、そのあたりがどうなのかちょっと確認してみたいと思いますね。今70キロですが、お、反応しだした。高速っていうのは60キロぐらいから反応するのかな。もう少し速度上なのかなと思ったけど、意外と60キロぐらいで反応しますね。今車が来て、追い越されるときに反応すると。うん、ちょうどいいところで鳴る感じだね。うん、死角に入るところでね。で前の、白飛びどうだろう、飛んでる中クリアに見えますね。これ肉眼で見るよりここで見た方が綺麗ですね。あ、すげえ綺麗。前後、まあ、どっちもすごくクリアに見えますね。まあ、ヘッドライトがねこうやって反射してますけど、これはガラス、リアガラスの汚れとかもあるので、リアガラスちょっと後で
パーキングで綺麗に拭いてみてどうなのか見てみたいと思いますね。ちょっとね、昨日雨の中したからリアガラス汚いはずなんですよね。綺麗に拭いたらですね、やっぱり綺麗ですね。ちょっとだからさっきの高速道路の、反射してるのはリアガラスが汚れてたからということで、綺麗だったらこうやってね乱反射しないですね。夜ももう真っ暗なんですけど、今肉眼ではこれだけ暗いのにミラーでは結構綺麗に見えるんですね。夜の街並み、街っていうほど街じゃないけど、割と明かりがある通りはこんな感じですね。はい、今がもう真っ暗な状態ですね。時刻は夜の6時40分ですが、街灯がうっすらとあるようなところですね。そこでの撮影です。18時40分、今画面の明るさはもう最小値からちょっと上げただけ、最小値でいいかもしれないね。フロントはどうなってるかというと、フロントはこんな感じ。フロントはね、逆光がないから見やすいですね。やっぱりリアは逆光があるから真っ暗になるとこうやってね見える感じですね。これも前の機種に比べるとかなり改善してますね。はい、という感じでですね、長時間にわたってお伝えしてきました。どうでしたかね。非常にね綺麗になりました。まずですね、今回のこの A002 になって良くなった点、何度も言ってますが、画像というか動画的にね、この流れるようにここに映る、やっぱり60フレというのはすごくですねいいなと思いました。で、撮影してる方がねカメラ50だったので、ちょっと肉眼で見たよりもこのね動画ではお伝えしきれないところもあるので、ぜひ実機とかでですね、友人とかつけられたらそれを見てみるのがいいんじゃないかなと思います。そして色合いも自然になりましたね。前の機種ではちょっと色がね青くなってしまうような時もあったんですけど、夕方なんかにね、そういったところも改善されて全然、安定して使えるようになりました。そして明るくなったので、この画面が映り込みがね、この鏡の映り込みがかなり減って、さらに見やすくなりましたね。運転支援機能についてはですね、これは高速道路でかなり使えると思いました。特に長距離僕なんか乗るんですけど、その長距離乗るときに眠くなりがちじゃないですか。そうしたときに非常に安全に使えるんじゃないかなと思いますね。あとデータ容量として 256GB まで使えるので、長時間、例えば1日8時間のツアーだけじゃなくて、それを3日4日繰り返しても 256GB だとかなり使えるんじゃないかなと思います。そしてこれだけ多くの機能ね、もう紹介しきれない、とても紹介しきれないほど多くの機能がついてるんですけど、操作性が楽になってですね、簡単になったので、取説を見なくてもほぼほぼ使えるんじゃないかなと思いますね。 UI が非常に使いやすかったです。あと良かった点、スピーカー搭載になったので、いろいろ運転支援のこのアナウンスをしてくれるだけじゃなくて、ドラレコを再生する際に、今まで前の機種だとスピーカー積んでなかったので、音を聞きたい場合、パソコンとか Mac とかiPhone とかそういったもので映して、そこで動画と音を聞く必要があったんですけども、ここで音が聞けるので、よりどのシーンだったか、あの事故なんかもねこう見ていくと、あの会話してたよねとか、あの音楽聞いてたよねとか、周りの音とか聞きながら再生も見つけるのが早くなったし、再生で確認も音も入るので、すごくその辺はいいんじゃないかなと思います。前の機種でも当然音は録画されてるんですけども、再生が音がここで出なかったので、そういった点が大きく改善したと思います。で、監視機能については今までとほぼ一緒ですね。駐車監視は衝撃検知と、あとタイムラプス、あとタイムラプス衝撃検知、これは前の機種でも同じなので、そこは割愛しました。
変わった点といったらですね、ファイル形式が MOV から MPEG-TS になったんですね。まあ、これ一般的に使う分には全然変わらないんですけど、僕らみたいに YouTuber は MOV だとそのまま動画編集に使えたんですけど、 TS だとコーディングが必要になったと。まあ、そこはね、普通に使ってる分には変わらないんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういった点が変化の点です。3日間いろいろ乗ってみて、いろいろ使ってみてですね、特にデメリット、今までよりも悪くなった点は見受けられなかったかなと思います。 GPS もついたのでね、非常にそのスピードを見るだけじゃなくて、帰ってきてからどこ走ったっけかなとか、そういったデータを見るにも使えますしね。マックスウィンさんですね、いろいろアップデート時々されるので、またさらにブラッシュアップなんかされるとこがあるかもしれないですね。まあ、そういったわけで、悩んでる方、001か002か、まあ、僕はおすすめするんだったらやっぱり最新機種かなと思いますけど、余裕がある方だったら間違いなくこちらの002をおすすめします。そんなわけで今日もご覧いただきありがとうございました。それではまたご覧ください。バイバイ。